はい、テイルズ・オブ・エクシリア続きからやっていきたいと思います。前回カンバルクについてちょっとなんかもう本当にね、もうパーティーの状況大丈夫ってぐらい揉めたよね。やだよね本当に。軒先にご注意を、はい、屋根に積もった雪が落ちてくることがありますから。ちょっと揉めに揉めてるんでね、今ね。あえて揉めてるしさ、ちょっと。アルミン久々にちょっと。ね。はい。どこ行ったんだろう、エリーゼ。そうだね、今エリーゼ探しだもんね。なんかさ、テコテコ歩いてて可愛いよね。ダメだよね、出ちゃね。でもいないんだよな。これ全部出ちゃうのかな。あ、居住区こっちなんだ。へえ。あ、いた。またあの人いる。でかいおじさんもいる。安心せえ、偶然会っただけじゃ。さっきはごめんね、エリーゼ。ティポのことで寂しい思いしてたのにね。ほら、私って遠慮なく言っちゃうとこあるでしょ。許してよ。嫌です。そんなこと言わないでね。レイヤもミラも嫌い。友達だと思ってたのに。エリーゼ、私はただあなたが心配で。嘘。私のことなんて本当はどうでもいいくせに。もう友達やめる。エリーゼさん、みんなあなたを思って優しくしているのですよ。自分の心が傷つけられたと言っていますが、あなたはどうですか。先ほどのティポさんの言葉にレイヤさんが心痛めていることに気づいていますか。レイヤが本当。あ、いや、傷ついたっていうかさ、そのへこんだっていうか。私レイヤを傷つけてるなんて思ってなかった。エリーゼ、それじゃあレイヤに謝っちゃおうか。でも私ひどいこと言っちゃった。ちゃんと謝れば許してくれますとも。それが友達です。レイヤ、ごめんなさい。許してくれますか。うん、だけどこれからはエリーゼの言葉でエリーゼのことをもっと教えてほしいな。3歳しか違わないのに偉そうだな。ダメ、ティポ、喋らないで。エリーゼ。はい。それでも私の方が年上だからね。レイヤ、怖っ。娘っ子、友達を大事にな。僕たちはどうしよう。ユルゲンスさんはまだ戻ってこないけど。直接王城に乗り込んでみる。だからユルゲンスさんに迷惑かけちゃダメだってば。ダメか。そのアルビンの案はしっくりくるのだが。ああ、よかった、仲直りできて。はあ、ティポ、もうレイヤにひどいこと言わないでくださいね。それはエリーゼ次第だね。私は友達の悪口なんて言いたくないんです。でも心の底では思ってるんでしょ、レイヤって。違います。なんでそんなこと言うの、ティポのバカバカ。じゃ
喧嘩はやめなよ。だってティポが、ティポが。いいって、私なら平気だから。もう年上ぶっておせっかいだな。私はおせっかいなレイヤが好きなんです。だね、今のは本当の気持ち。ありがとうエリーゼ、これからもおせっかい焼いちゃうからね。なんかやっぱさ、ローエン素敵だよね。やっぱ年の子だよな、ほんと。柔道僕たちいい感じだよね。もうなんでティポは僕の顔に食いつくの。もちろん親愛の印。ティポが他の人にこんなに懐くのは初めてです。そっか、キスみたいなものだね。僕の初めては柔道に奪われたの。それはこっちのセリフだよ。いや、ぬいぐるみ相手に何言ってんだ。現実を認めなって。責任取ってください。そうだね、責任取るしかないね。わ責任って何の。仕方ないよね、責任取るしかないよ。城の前こんなんなの。乗り込んじゃう。あれ乗り込めたよ、大丈夫。お城の前行列だったね。みんなの声をちゃんと聞いてくれるいい王様なんだね。現在のアジュール王はかつて混乱を極めた国内をその圧倒的なカリスマで統率した人物だと言われています。それなら私たちに協力してくれるよ。だが陰でエリーゼのような強軍の人間を生み出しているのであれば許せはしない。そうそうそう、ミラありがとうです。ごめんなさい、待ちきれなくて。いや、ちょうどよかったよ。ワイバーンの方はどうなった。問題なしだ。それとミラさんに頼まれた謁見の件だが、ちょっと驚いたよ。ん？みんなの名を伝えたら逆に陛下が会いたいっておっしゃったんだ。え、怪しくない。ひょっとしてラシガルじゃ有名人なのか。まあ、いろんな意味でね。ああ、いえ、うん、そんなことはないと思うんですけど。闘技大会の結果が陛下に届いたのかな。それなら来たる族にとっても栄誉だ。じゃ、私は一足先にシャンドゥに戻ってワイバーンの用意をしておくからな。うん、思わぬ寛大だな。何かの罠だったりしないよね。あまりいい予感はしませんね。そうなのよ、いい予感はしませんのよ。そうかな、会えないで帰るよりは良かったじゃない。また隠し事か、アルビ。当たり前だよ、だから俺は魅力的なんだ。まあね、それは否定できないわね。顔柔道くん顔。今のはどういう意味だ。秘密のある男はかっこいいとか言うからね。さっさと王様に会いに行こうぜ。アルビン、嘘は嫌だからね。お前たちが俺を信じてくれてるってのは知ってるよ。嘘ついたらパンチだからね。本当にパンチでいいのって感じだよね。ガイアスの城って栗の大きさ。セーブしとこ、怖いもんね。何がいるか分かんないから。どうなんだろうね。でもそんななんかいきなり戦いにはならないよね。でも別にね。それって偉いことだと思うな。なんか意外と人いないわね。ね。うわ。
なんなのあなたたち、どきなさい。お待ちください。王への謁見は城の外で順を待っていただかなければなりません。アジュール王が僕たちに会いたがっていると聞いたんですけど。なんかある、やっぱりローエンがだってかっこいい顔してたもん。ミラ様ですか。私だ。わかりました、このままお進みください。どうしたの。王との謁見にぬいぐるみはどうかと思いますので預かっていただこうかと。いいの、エリーゼ。はい、責任を持って私が預からせていただきます。さあ参りましょう。でもみんな実は体にぬいぐるみつけてんのよね。え、まあ、しゃべりはしないけどね。ジャオさんがどうして。なんでいんの。わしはフォーブが一人、不動のジャオじゃ。フォーブ。王直属の4人の戦士です。あの方がその一人だったとは。うそ。イルベルト元参謀総長、お会いできて光栄だ。まさかアジュールの黒き片翼、革命のウィンガル。お前がアジュール王か。我があざ名はアジュール王ガイアス。よく来たな、マクス。お前たちは陛下に謁見を申し出たそうだが、話を聞かせてもらおうか。アジュールで作られたブースターはすでにラシュガルに渡っています。もし両国で戦争が始まれば取り返しのつかない事態になってしまうんです。おう、それを伝えるためにわざわざ来たというのか。はい。それで私たちラシュガルの兵器を壊そうと思ってるんです。それがなくなればラシュガル王は戦争が始められないんじゃないかって。協力とかしてもらえませんか。要件はそれだけか。もう一つお伺いしたいことがあります。以前王の狩り場にあったというブースターの研究所のことです。あの場所に親を亡くした子供を集め実験利用していたというのは本当か。何を言い出すかと思えば、精霊のお前に関係があるのか。私はマクスウェル。精霊と人間を守る義務がある。精霊が人を守ると、実に面白いことを言ったな。貴様は王でありながらも民を自らの手でもてあそんだ、違うか。その件は全て私に任されている。あの研究所に集められた子供たちは生きる術を失った者たちだった。お前たちが想像するようなことはない。実験において非道な行いはしていない。それを信じろというのか。だけど私は。この娘、例の被験体か。そうじゃ。エリーゼはハミルの村でも閉じ込められていたんですよ。それじゃあまりにも非道だと。はい。お前は民の幸せとは何なのか考えたことがあるか。幸せ。
人の生涯の幸せだ。何をもって幸せか答えられるか。難しいな、真理だな。それは己の考えを持ち選び生きること。そう、僕もそう思う。俺は違う。人が生きる道に迷うこと、それは底なしの泥沼にはまっていく感覚に似ている。生きるのに迷う。そう、生き方が分からなくなった者はその苦しみから抜け出せずにもがき、より苦しむ。故に民の幸福とはその性に迷わぬ道筋を見出すことだと俺は考える。俺の国では決して脱落者を生まぬ。王とは民に生きる道を指し示さねばならぬ。それこそが俺の進む道、俺の義務だ。お前たちをここに呼んだ理由を単刀直入に話そう。マックスウェル、ラシュガルの研究所から鍵を奪ったな。それをこちらに渡せ。断る。あれは人が扱いきれるものではない。人は世界を破滅に向かわせるような力を前に己を保つことなどできない。俺の言葉がお前には理解できなかったと見えるな。どれだけ高尚な道とやらを解いたところで人は変わらない。2000年以上見てきた。ではあなたに鍵の在りかを聞くとしよう。ほらもう、アルビン、嘘だよね。ひどいです。アルビン、すまんね。これも仕事ってやつなのよ。アルビン、マクスウェルは鍵を誰に預けた？巫女のイバルだ。今頃はニアケリアでおとなしくしてるんじゃないか。うわ、出たこいつ。アル、どうしてあなたが。よ、プレザー、久しぶり。プレザー、何用だ。構わん、報告しろ。ハミルがラシュガル軍に侵攻されました。なんですと。村民の大半が捕らえられラシュガルへ送られた模様。殺害された者も多数おります。そしてその場には大精霊の力と思わしき痕跡が多数ありました。大精霊、うん、四大精霊は20年前から召喚できなくなっていたはずだったな。バカな、死体が解放されていれば感知できるはずだ。まさかクルスニクの槍の力。ナハティガルは新たな鍵を生み出したのか。すべての部族に通告しろ。宣戦布告の準備だ。我が民を手にかける者は何人たりと許しはしない。さて、あなたたちはもう用済みになってしまったが、陛下が精霊マクスウェルを得たとなれば反抗的な部族も従わざるを得ない。エリーゼさん、ティッパン、強い、今のうちだ、逃げろ。ティッパン強い、かっこいい色。マクスウェルを捕らえろ。実験体も回収するんだ。え、なんかさ、ちょっと待ってよ。え、なんかねえ、いや、うん、え、もう何だろう、王様としては間違っ、何だろう、そういう悪い人ではないんだろうな。
でもあの人多分ラスボスだよね、多分。悪い人ではないんだろうなと思うけど。作戦大成功。ティポを門番に預けたのは脱出に備えてだったんだね。はい、なんといっても交渉するのはミラさんですから、ミラさんが意思を貫くときは何か起こりそうな気がしちゃうね。予想通りだったね。知ってます、それってトラブルメーカーって言うんですよね。うん、ミラ聞いてたの。否定できない話だが、一つ言わせてもらおう。ティポもトラブルメーカーに含まれるのではないか。それはまあ。で、フォローなし。いや、ちょっとやだ、なんか、てか、なんでお前らうるせえな。逃がさんじゃ逃げるよ。アンパーティー全員いたのにね。今回はさすがにアルビンを弾丸しろ引き取り出せミラ、アルビン君はどうして。さすがに本心まではわからないが、何が僕たちが信じてるのを知ってるだ。アルビンなんか、ちょっと早く逃げよう。出れなくない？ぶち壊せばいいのよ、こんなの。でも別にねえ、早い話よ。ぶち壊すの。開かない。このいいね、このエリーゼの顔いいね。5箇所の専用石を復帰させればロックを解除できるかもしれません。石にマナを注いでください。石が完全に赤く輝いたら完了の合図です。ね、大変じゃない？ガンダラ要塞の時と同じですね。ただし皆が近いタイミングで完了させなければロックは解除できません。え、ガンダラ要塞？大丈夫ですよ、デイヤさん。普通に精霊術を使うのと容量は同じです。時間がない、チャンスは一度だけだな。一度だけ、そんな。行きますよ。でも頑張って、無視。終わりました。こちらも完了だ。終わったよ。できました。急がなきゃ。もうみんなの足を引っ張りたくない。なんでできないのよ。いや、レイヤ、気を楽にしろ。だけど私、お前が他の者たちより劣っているなんてことはないのだから。優しい。お前ならできる。さ、やるぞ。やった！二人とも急いで。でもこれ街から出ちゃうんだよね。アイテム屋さんとかやってる暇ない。ないですね。私を置いて先に行くなんて、そんなやつめったにいないわよ。何そのダサい服、本当に。プレザと言ったな。まさかガイアスの部下だったとは。イルファンを脱出した私たちは、初めから狙われていたわけか。ニアケリアじゃ、アルが陛下にあなたたちの情報を売ったのよ。アルビンは、
最初からあなたたちの仲間だったんだね。やめて、あの男。仲間でも何でもないわ。何なの？あんた昔の女もしかして。私たちの関係はご想像にお任せするわ。待ってて、かどういう髪型それ。けどアルは組織を渡り歩く根なし草の一匹狼に誰にも心を許さない。信じた方が悪いわ、坊や。戦になればクルスニクの槍が最たる脅威となるのは明白。それが分からぬマクスウェルではないだろう。お前たちの縄張り争いに手を貸すつもりはない。あれをお前たち人間が手にすれば待っているのは悲惨な結末だけだ。何なのこの人たち本当。ずいぶん上から見られたもん。いや上から見るでしょ。あんたたちどういうつもり。こっちは精霊ですけど。おやめなさい。戦校舎と名高いあなたでもその誉れ剣で得たものではないでしょう。若さが見誤らせているのでは。イルベルト殿、それがあなたの限界。古いゆえに間違い。逃げ出す。何それ、スーパーサイヤ人。何あれ。マナが急激にブースター。どうして、なんだお前。本当なんだお前。エリーゼ、サイバースチュンジスポンオチー、チーヤウディ、スポンジウイチー。なんて言ってんの。言葉が。これはロンダム。マクスウェル、ソンウツス、ウェスムンディチクル。ねえ、そのちょっと女性、あなた何その手、その手何その手、その手いる？私いらないと思う。うわやだ、ちょっと待って、強そう。わお、どっちから潰したらいいの？てか HP 多くない？嘘でしょ。いないよ。行って行って行って、こっち来んな。そう、日本語で OK？ すぐに身をもって知ることになるから。やばい、待って、これは本当にやばいかもしれない。痛い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 、死んじゃ。え、待って、これは厳しい戦い。アトレサイクルありがとう。魔法使ってくるのね、あの女。ちょこざいな女。いった。ちょっと待ってよ。痛い。てかそれ強っ。死んでるわ。どこに撃ってんの。やばい、結構ガチでやばい。全然減らないじゃん。これさ、これもしかしてあれ負けイベですか。待って、全員死んでる。嘘でしょ。あ、負け入れじゃない。え、負け入れじゃないだと。嘘でしょ、負け入れだと思ったよ。レベルが低すぎるのか、そういうことか。スキル
待って、スキル何もつけてなかった。ねえ、そんなことある？あ、そりゃダメだよ。今までスキル1個もつけてなかったの？なるほどね。それが原因だ。いや、何つけます？めっちゃあるよ。わかんない。もうなんかいっぱい覚えとこう。もう、てか全部いけん？さすがに全部いけない？ほら、みんなついてない。なんか、ちょっと強そうなの。ちょっとこういうのじゃないんだよな。いい？やばいね。これ、気づいてなかったのなかなかだよね。ほんとに。何がいる？柔道もついてない。誰もついてないのよ。もう適当でいいよ、とりあえず。何もついてないよりは、ついてる方が強いでしょ？わかんないけど。まあ、頑張ってとりあえず。こういうの本当はね、ちゃんと見たいんだけど、まあ、それどころじゃないから、本当に。はい、行きましょうか。わおち。いやよ。こうなったウィンガルは怖いわよ。何を言ってるか気にしないでいいよ。すぐに身をもって知ることになるから。あいよ、こいつ抜こう。乱暴に行くわよ。乱暴に行くわよ。だってボロスさせない。おばさんがこっち来た。おばさんがこっち来た。あっち行け。行って、おばさん。こまめにちょっとアイテムで回復も入れていこう。うん。どうよ。ありがとう。悪夢。うわ。後ろからこの女を先に倒す。よし、今綺麗に避けたね。だって結構いけるんじゃない？レイズデッド、ありがとう。ナイス、偉い。待って、さっきより全然いい。もうちょい。やったー。よし、あとこいつも9000だ。いける。風勝ち、地ね。じゃあファイアボリー。ファイアボリーじゃない。待ってよ。大丈夫。アイテム取っちゃうよ。痛い。頭を冷やしなさい。痛い。
エアプレッシャー。痛い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 。誰か。やばい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 。こっち来んな、こっち来んな。何してんの？こんなやろ。やった。突然髪の色が変わりました。言葉も変になった。爆発的にマナが増大した。おそらくこれはブースターだね。なんだろう、スキルつけたからかな、一気になんか強くなった気がする、うちの子たち。ね、一つ壁を越えたようです。まだまだ強くなるんだか、力もりもりです。今できることをやるんだ、これが成長か。マジ力もりもりって感じ。うん、ちょっと待って、装備弱いのかな。装備買いたいね。恥を知れこの野郎。やってくれたな。まだ相手をしてくれるのかしら。ミラ、邪魔をするな。違うよ、あれ。潮時というわけか。また逃げるのか、イルベルト殿。何逃げるって。あなたが逃げたから、ナハティガル王は。チクチク言わないでくれる。何なの。嫌な感じ、なんかね。ん、これは空腹の感覚だな。そろそろ食事にしよう。さっき食べたばかりなのに。さっき食べたばっかりなんだ。ミラ、ハミル村が襲われたって本当でしょうか。気になるのか。あの村の者たちはお前に辛く当たってきたというのに。そりゃ意地悪もされたけど、果物をくれた人や寒くないように毛布をかけてくれた人もいたんです。ひどいことされていいなんて思いません。そうか。でも大精霊が暴れたなら怖い。襲ったのはラシュガル軍なんですよね。何のために。わからない。それを知るにはラシュガルに乗り込むしかないだろう。ハミルの悲劇を繰り返させないためにもな。はい。よし、とりあえずシャンルーに行けばいいんだよね。シャンルー、あれ、シャンルー一気に移動できないの。移動したいね。まあいっか、ちょっとのんきに走っていこう。にしてもちょっとねえ、なんかパーティー全員揃ったと思ったんだけどな。ジャオさんってガイアス王の部下だったのか。師匠とは翼、角、針、牙、伝説の聖獣フォーブが備える4つの武器です。その名をコードネームに持つ精鋭がいるという噂は聞いていました。どんな噂。非公式記録ですが、2年前シュレイズ島で起こった武力衝突でラシュガル軍の特殊部隊120名が4人のフォーブに壊滅させられたと。たった4人で120人を。触らぬフォーブにたたりなしだね。なるほどね。じゃあ一旦ここはこの辺で終わりましょうか。で次回ちょっとその町の近くから始めようかなと思います。敵が多すぎますね。あれは取りてぇ、邪魔だなこいつら。とても邪魔ですね、ほんと。あ、やだ、うわ。
取るの失敗したからね。武器おしゃれね。はい、よし、いった。痛い、ムカつく、痛い、なんだこいつ。何ピコピコワルツ、おしゃれ、とてもおしゃれです。ジジイも意外に強いでしょ。ジジイ強いよ、本当に。やった、開けれる、はい。多分イベントとかも、あ、エリーゼの歌。雪ですね、雪だね。あ、雪の歌思いついちゃった。雪がどんどん、あられもどんどん、どんどん降っても降っても、まだまだ降って、ミイラは薄着で外駆け回り、ティーポーはお家で丸くなる。いい歌できた、バッチリ。何だったのだ今のは。エリーゼの趣味かな。え、とても名曲だったと思いますよ、本当に感動しました私。やだ、何食べた食べた。ティポって一体何を吸い込んでるの。よくわかんないけど、多分やる気的なもの。そんなものを食べて大丈夫なのか。そう、お腹が空いたからつい。うん、本当に不可思議なやつだ。やる気って美味しいの。人によるね。例えば柔道のはイチゴ味。え、ちょ、いつの間に吸ったの。吸わなくてもわかるんだよ、なんとなくだけど。イチゴ味か、それは美味しそうだな。ミラ、確かに美味しそう。いちご味だよ、だってチョコレート味とかいないのかしら。私チョコレート味だったらちょっといただくんだけど、ね、セブって確かこの先ぐらいにあったよね、その記憶が確かなら。何見つけたぞさん、うるさいですよ、すっせ。あったあった、あそこに。じゃあそこまで行ったらセーブしましょう、うん、じゃあセーブしましょうって、それセーブするのは当たり前なんだよ。じゃあ今回終わりましょうってね。いやー、ちょっとアルビンくんがな、ほんと、はあ、はい、ということでこれで終わりたいと思います、うん、バイバイ。